ドイツ一部 E フランクフルトの元日本代表 MF 長谷部誠、39、がチームメイトを一括したと、ドイツメディア、ヘッセンズチャウ、が報じた。長谷部と日本代表 MF 鎌田大地、26、の所属する E フランクフルトは欧州チャンピオンズリーグ、CL、決勝トーナメント1回戦第1戦、2月21日、のナポリ、イタリア、戦を含め、直近5試合で9失点、2勝3敗、と守備面に多くの課題を露呈した。同メディアによると、ベテランの長谷部は1日の練習後に、守備を改善しなければならない。失点が多すぎた。個人ミスが多すぎた、と語ったという、長谷部はミスをしたチームメイトの名前は出していないようだが、同メディアは、最近弱体化している、DF、エヴァン・ヌディカ、23、は、DF のトゥタ、23、と同様に、この批判を心に留めなければならない、と伝えている、E フランクフルトは現在 CL を戦いながらリーグ6位につけ、4位以内となる来季の CL 出場権争いも激化。ここで停滞するわけにいかないため、あえてイレブンに苦言を呈したと見られている。長谷部は自身を含めて、経験豊富な選手たちはより多くの責任を負わなければならない、と話しており、シーズン終盤戦に向けてチームの引き締めた格好だ。